現代の中国の寺院において高騰して祈る人2008年撮影裁判の場における高騰1889年中国の高騰右側に祭壇に向かって高騰する3人の人物が描かれているフランス軍兵士に高騰するベトナム北部の民1884年の事件を描いた1887年の 高頭は東アジアの伝統儀式、礼儀作法の一つで、中国語では、等とも言う。この動作をする人は、両膝を地面につけ、両手を地面に置いて、さらに頭を地面につける。これによって、高度な忠誠と尊敬の念を表すことになる。こうした儀式は、本来は人間が、神仏に対して行うものであるが、 子が、父母に対して、先祖に対しても行うほか、目上の者に対して、重大な過ちを犯したことを謝罪する場合にも、行われる。口頭は、トン礼、京手礼の動作の一つであり、日本における土下座の礼儀も、口頭の動作を含むものである。中国では、仏教寺院における礼拝の方法として、一般的に行われている。礼儀作法として、 頭部を地面につける行為は、青州の時代に、文献記録がある。死境には、虎尾神啓主、天使一万年は、期待ついて、天使様、いつまでも長生きを問いったという記述がある。ここで、啓主とは、九種類ある、拝礼の最も上位のものであり、昔の人は地面に、ざわり、左手で右手を抑え、上体を伏せて地面に触れる礼拝をしたが、啓主は、すなわち、長く、 頭を地面につけ続け、拝む状態を指していた。中国では、宋代より前から行われていたが、これが、朝鮮、日本、ベトナム、琉球に広まった。正式な場所では、皆が地面に座り、正座をするが、正座と額付きの違いは、正座をしている時には尻を足の上に乗せるが、額付く時には尻を後ろに向けるというだけであり、膝を曲げたまま、 正座の状態から尻を上げれば、身を伏せ、腰を曲げて、頭落ちに触れる、高等の状態となる。幸位は、義面気配症の中で、中国における君神の儀礼の変遷を総括して、完成、皇帝ため、上昇期、新、陸長及び、等、君神皆座、総の律、重み元の期、後世十の、と述べた。こうして、モンゴル人たちが、 仏教において仏陀や菩薩などに向けられていたひざまずく礼拝を世俗化し、ひざまずく礼拝は、神化が皇帝に対して行う礼儀へと転化し、民になると皇帝の権力はさらに盛んになり、干潮の礼儀が継承された。聖長になると秋代の残忍な手杖は廃止されたが、秋代に定型化されたひまいて拝む儀式は維持され、人々が 祖先に対して、プロレタリアートの大衆が、官員に対して、組織の元の者が、長官に対して、進化が、君主に対して行う礼儀とされた。このような礼儀は、近現代に至り、新朝がイギリスなど諸外国の外交官と接触したとき、常に外交儀礼上の重大な葬儀を引き起こすこととなった。口頭を恩赦したカウトウが、 英語の語彙に入ってきたのは19世紀のことであり、この拝礼のことを意味するとともに、意味がずれて、追従やコビヘツライを意味するようになった。口頭は、皇帝が臨席する場でこれを求められ、進化の礼を取ることを強いられた、当時の外交官たちにとって、重要な問題であった。イギリスの外交使節団が、ジョージ・マカー・トニーも、ウィリアム・アマーストも失敗に終わった理由の一つは、彼らが、 口頭することで、イギリス王が中国皇帝の進化になることを意味するのではないかと恐れたからであったとも言われている。1794年から1795年にかけて、権竜帝の宮廷に派遣されたオランダの大使イサーク・ティッチングは口頭を厭わなかった。ティッチングの施設団の一行の中には、アンドレアス・エベラルドス・ファン・ブラーム・ホックゲストと、 クレチアン・ルイ・ジョゼフド・キーニュも加わっていたが、彼らは複雑な宮廷儀礼を無難にこなすべく、あらゆる努力を払っていた。他方、中国の外交施設が他国の君主、とりわけ、ロシア帝国皇帝に高頭を行ったことは、2回しかない。1731年、清志がロシア帝国に送った施設団を率いた都市は、要請帝の助言を踏まえ、 ロシアのアンナ女帝の前で高騰した翌年、ロシアの新しい都サンクトペテルブルクに送られた施設団を率いたレシンも同様に高騰した。女中役によれば、妖成帝の先代にあたる高規帝は、新朝の外交関係において、ロシアに特別な地位を与えることをはっきりと明示、ロシアを朝工国として扱わず、新朝と対等な存在と認めていた。降伏し、 本大臣の前で高騰する朝鮮王の人相を描いた浮き彫り。高騰はアジア諸国間の外交関係においてもしばしば行われていた。1636年侵入してきた満州人に対して李氏朝鮮の王、人相は幸福を余儀なくされ、真の皇帝本大臣に朝皇国として認めてもらうことをこい3回高騰したという。 清朝に派遣されていたすべてのアジア諸国の外交施設と同様に朝鮮の外交施設も清朝訪問時に皇帝に対して3回の高騰を行っており、それは1896年に日清戦争の結果、朝鮮が清の朝皇国で亡くなるまで続けた。琉球王国の王も三季級高騰の礼を行って中国の王朝への服従を示していた。 ありがとうございます。